はいどうも、さのちでございます。本日はすき家の新メニューを食べていきたいと思います。さあ、まずはですね、オム牛丼っていうのが出てまして、オム牛丼、こういうやつなんですけど、はい、まあ牛丼に、まあ卵とほうれん草ですかねが入ってる。これチーズもちょっとチーズっぽいな。それとまあタバスコ、あ違う、ケチャップだ。タバスコじゃなくてケチャップですね。ケチャップがついております。はい、こちらのオム牛丼、オム牛丼とこちら、名前なんだっけ、名前ちょっと忘れちゃった名前。牛丼ミックスニンニクって書いてあるな。もうちょっとなんか頼むとき違う名前だったような気がするけど、まあとにかくね、ニンニクがすごいらしいですわ。3種類のニンニクが入ってるらしいんですけど、はい、まあ実際にあるのがこのニンニクの芽、ニンニクの芽牛丼ですね。ニンニクの芽と、まあ、これ丸ごともうニンニクが入っておりまして、あとはこのなんていうの、チップじゃないけど、こういうニンニクですかね。この3種類ガツンと入ったね、はい、ニンニク牛丼となっております。そして、ブレスケアがねついてくるというような、あ、お弁当になっております。はい、はい、では早速ね食べていきたいと思います。いただきます。じゃあまずはね、オム牛丼の方から。オム牛丼ね、これケチャップっていうことはもう多分最初からかけた方がいいんだろうな。よいしょ。さあ、ケチャップ。はい。じゃあいただきます。いただきます。うん、やっぱチーズだ。チーズかかってるから、なんかチーズオムレツみたいな。うん、うん、まあなんかそのまんま牛丼の上にオムレツが乗ってるみたいな感じなのかな。うん、まあ普通に美味しいです。なんか、かもなくかもなくって感じ。まあ、ケチャップ、これやっぱあった方がいいね。うん、あ、でもうまいかも。さあ、続きましてこの
ニンニクミックスなんですけど、これさ同じ並盛りなんだけど一緒なのかな、なんかすごく多く見えるよね この入れ物だと。ちょっとねこの赤い上のやつをちょっと散らばせて、どうしよう、まずこの細かいやつだけでいってみるか。うん、これだけでも結構ニンニクだよ。じゃあこのねこれも一緒に、うん、うまいうまいうまいけどこれ辛い、辛いしブレスケアがついてこないとこれやばいかも。ごめんなさいね、僕と言ったらやっぱり、おぉすごっ、こらドッカーンとくるわ。うん、うまい、でもうん、女性はなかなかいけないかもね。うん、僕もねやっぱりほらまあ仕事中仕事のね関係もあるし、接客業なんで、まあ、あとねやっぱりこの女性とのねいろいろあるんであんまり食えないかもしれないけど、あの嘘です、そんなのは一切ないです。びっくりするぐらいないです。うん、でもねまずちょっと辛い、ちょっとだけ辛い、汗出てきた。結構量多い気がする。これ本当何盛りかな。こちらのニンニクはね、もうすぐ潰れるぐらい柔らかくなってる。
すごいよ、でもニンニクは。はい、ごちそうさまです。ちょっとね、ニンニクの芽があるんでね、あんまり早食いには向いてないかもしれないですね。お腹タイプだ。これ3粒入ってます。固まった3粒入ってます。はい、ニンニク牛丼はね、僕おすすめです。美味しいです。はい、なんで次の日はお休みの日とかね、ぜひね食べてみてほしいです。でオム牛丼もなんだろう、そのチーズも入ってるし、なんかすげえまろやかっていうか、クリーミーな感じの牛丼になってますしね、いや美味しいですよ。うん、こちらの方もね、ぜひ買ってみてください。それでは皆さん、チャオ、バイバイ、お疲れ、サロッチでした。